皆さんこんにちは。今回はですね、まあ皆さんもねご存知、鈴木のスイッシュですよ。ね、でスイッシュはねなかなかよくできてる。うん、真面目にバイクスクーターとしてね。で前の V125 はやっぱり50原付ベースなんですかね。まあフロントのアクセルシャフトが細いの使ってるとかですね。それでまあ、お世辞にもね安定感があるとかしっかりしたっていう感じはしないんですけど、まあ、ただ車体が小さくてね、まあ、それが売りなものだったわけですけども、まあ、それがスイッシュにモデルチェンジしてですね、まあいろいろとね、ただこれスイッシュなかなかいいんですよ。うん、でもちろんホイールサイズがね10インチということで、まあ、小回りは効くかもしれないけれども、まあ、もちろんね12インチもそうなんですけど、やっぱりこう路面が荒れてるところとかね、そういうところはちょっとやっぱりそんなに得意ではないとは思うんですが、まあ通常ねみんな舗装されてますから、まあ、そういうあたりはまあ OK で、なんといってもねやっぱりスイッシュにしかないものがあるんですよ。なのでこれは売りなんですよね。売りなんですよ。はい、まあ、カタログ、車両がねちょっとねないのが残念なんですが、なんといってもですねスイッシュにはリミテッドがございます。はい、スイッシュリミテッド、これはですね、まあ、メーカー希望小売価格31万5000円の消費税ということみたいですが、まあ、金額はねお店によっていろいろ設定されてますから、まあ、ご近所のねお店に行って、見ていただければと思うわけでございますが、これですねリミテッド、これです。でこれからの季節寒、もうねだんだん冬ですから寒くなっていく。でもやっぱり通勤とかね、まあ、通学で使用される方はですねやっぱりそう寒い中でも、やっぱり一桁になってくるとね身に染みますよね。であとやっぱりねそういう中でも乗らなきゃいけない、やっぱ着込んでね乗ったりするわけですけど、なんといってもスイッシュにはね他の、車種にはない装備があるわけでございます。はい、でこれ標準装備ですからね。それがまず一つ目がナックルバイザー、こう手の周りをこう囲ってるやつですね。はい、ナックルバイザー、そしてグリップヒーターですよ。これね、ここですね、グリップヒーター、そしてなんといってもシートヒーター、これがついてる。でまあ後からつければいいじゃないかっていう見方もあります。でもこうナックルバイザーとかねやっぱ後付けのやつだとやっぱ一体感がなかったり、いかにもなんかちょっとねあれなんですけど、スイッシュねデザインされてるんで、もちろんだから色はねちょっと黒なんですけどね、まあアドレスの時代からまあこういうのが設定されてましたけど、ただね結構覆ってるんで、で乗ってる方はお分かりだと思うんですけど、やっぱりここにずっと風が当たるとね、いくら手袋しててもやっぱ寒いんですよ。だからグリップヒーターだけではね内側がもちろん暖かいんですが、やっぱここに風がずっと当たるってのはしんどいんですよね。なのでここにねカバーがついて乗れるっていうのは非常に助かるんですよ。あと雨の日とかねですよね、あと雪の日とかね手袋がこう濡れてきちゃうとかね、濡れちゃうとかそうするとね非常に辛い。もちろんハンドルカバーっていう手もあるんです。うん、ハンドルカバーは後からねつけてしまえば、まあ、っていうのもあるんですけど、結局みんな後付け、どうしてもねなんか皆さん今最初は言うんですよね、いやかっこあれだけはつけたくないとかね、いやちょっとなとか言うんですけど、まあ、一回つけるとね、いやもうこれなしでも格好なんか気にしてらんないよと、これなかったらもうとてもじゃないけど乗れないっていう感じになっちゃいますけどね。うん、はい、まあそんなね、でもまあそういったちょっとねハンドルカバーはなっていう方にもこれだったらねこれかなり覆ってるんですよ、いいんですよ。だからスイッシュにしかない装備があるんですよ。だからこれ売りやすいんですよ、売れ線なんですよ。しかもだね、でグリップヒーターで、グリップヒーターもちろん後からつければいいっていう手もあります。うんね、あります、確かにそうです。はい、でもやっぱり初めからついてた方がいいじゃないですかね。後からつけるとやっぱりそれなりにね金額もかかるし、ね、工賃がどうだとかいろいろあります。はい、そして何よりもこれだ、これです、シートヒーター。シートヒーター設定あるスクーターは多分スイッシュリミテッドしかないんじゃないですかね、日本でね。まあ、他の国行ってももちろん大型バイクってありますよ。BM のあの C650 とか、ああいうスクーターはシートヒーターついてますけど、いわゆるこういうね、まあ、2種クラス、125cc のいわゆる通勤とかでね、ちょっとね、
街乗りで使いたいスクーターの、スクーターも普通のバイクも含めてシートヒーターが設定あるっていうのはね、多分ないと思います。これ本当ね、使ったことのある人はもうみんな言うんですよ。いやー、やっぱお尻があったかいと楽だって。非常に、やっぱりね、楽になる。だから一回これ体験しちゃうと、で、やっぱりね、みんなそうなんですよ。グリップヒーターもそうなんですけど、何でもそうなんですけど、知らないと、あ、いらない、そんなのいらないって言うんですよ。言うんですよ、皆さんね。面白いことに。ただ、実際使ったことの人は、いや、もうあれなしで、もうとてもじゃないけどっていうことになっちゃうんですよ。ということでね。ということで、何が言いたいのか。スイッシュ。リミテッド。リミテッドじゃないと普通のスイッシュだと、何もついてないですから、いわゆる。その、今の装備はついてないですから、それだとね、競合車種がいっぱい出てきます。シグナス。ね、シグナス。レーシング。S でもいいですよ。あと、いや、もうシグナ、このスイッシュと同じぐらいの大きさで、10インチのスクーター、もっと安いやつ。キムコ GP125。ありますよ。これやばいで、そうなってくるとね、やっぱりちょっとこう、いろんなライバルを考えると、ちょっと厳しくなってくるんですよ。だけど、リミテッドに関しては他のメーカーにはないんですよ。こんな設定ないんですよ。なのでね、ぜひともね、やっぱり通勤で使いたい。で、何よりもやっぱりね、少しでも楽に乗りたい。その寒い中でもね、ちょっと通勤辛いですけど、でもちょっと楽したい。で、そういう方にはね、このスイッシュリミテッドは本当おすすめだと思いますね。標準装備っていいですよね。だってこれトラブった時に2年保証あるでしょ。これもつく保証もされますよね。ですよね。まさかね、追加装備はしませんとは言わないけど、標準装備ですから。これ標準装備じゃないと後付けだと困っちゃうんですよ。いろいろそっちの方の保証がどうだとかね、なるんで、メーカーとしてはね、いや、それはあの、じゃあそちらのあれでやってくださいみたいになっちゃって、シートヒーター、グリップヒーターもそうですけど、だからシートヒーターもね、スズキの純正でございます。このあたりがすごい。そんな感じで、なぜ私はこんな推奨をしてるのかわからないですけどね。はい。ということで、まあ、あと USB ソケットがね、ついてたりとかありますけど、でも USB ソケットね、1アンペアです。はい。できればね、2.1 アンペアがいいですよね。急速充電に対応してた方がいいかなと思うんですが、まあでも、ないよりははるかにいいですから、というのがついております。はい。で、これ全長がね、1830ミリということで、レーシングの125とか、レーシング S、1855ぐらいですかね。だからちょっと、スイッシュの方が小さい。まあ、全長ちょっと短い。で、あと、まあ、GP125 は1810ミリぐらいなんで、GP よりは若干な大きい、長いっていうあたりの大きさでございます。まあ、前のアドレスに比べれば若干大きくなってるんじゃないかなとは思うんですが、どうなんですかね。ただね、あと、後ろは初めからリアキャリアですから、ボックスね、つけるっていうことも簡単にできますし、さらにちょっとついてないんですが、さらにリミテッドでね、フロントにスクリーンつけちゃえばね、これね、そうするとこの辺も風が当たらないくなるんで、非常に楽になると思います。まあ、ちょっとスクリーンだけはね、ついてないんでね、スクリーンも、まあ、後付けでつけたりっていうね、なのでね、まあ、普通のスイッシュはちょっとね、まあ、それもこれもいいと思うんですが、まあ、いろんな選択の幅がね、そうすると他のメーカーにもいろんな車種がありますんで、あれなんですが、まあ、リミテッドに関しては、ライバルはいないという見方ができるんじゃないかと思うんですよ。なんでね、これからの季節、通勤通学にね、毎日使う、寒い中でもバイクで行かなきゃいけない、そういう方にはね、本当に重宝するオートバイではないかと私は、思ったりいたします。はい。ですので、スイッシュリミテッドね、こちらのお求めの際にはですね、お近くのスズキの正規販売店、全国にあるですね、たくさんあるスズキの正規販売店にね、足を運んでいただいて、スイッシュリミテッドが欲しいと言っていただけるといいのかなと、思ったりもいたします。うちで購入いただいてもいいんですけど、まあ、うちの近所のバイク屋さんをもしね、よければご紹介させていただきます。はい。もちろんうちから買っていただけてもいいんですけどね。はい。まあ、もちろん、あとね、スズキの販売店に行ってスイッシュリミテッドの動画、店長武蔵の動画を見た、スイッシュリミテッド欲しくなったっていうね、言っていただけると非常に、幸いでございます。はい。まあ、そのところですね。なかなかヘッドライト LED、なかなかよろしいんじゃないですかね。はい。スイッシュリミテッド、リミテッドがいいですね。リミテッド、ちょっと高いんですけど、でもやっぱりリミテッドがいいと思います。はい。
2万円高いんですね。2万円高いけどリミテッド。だってグリップヒーター、シートヒーター、ナックルバイザーついてるんですよ。グリップヒーターだけだって、純正品ね、オプションで後からつけたら2万円ぐらいいっちゃいますよ。お店でつけて、そのままつけてくださいって言ったら。グリップヒーターだって1万なおもとかしますよね。さらに、で、ナックルバイザーだけど、シートヒーターはない、設定がないんでね、まああれなんですけど、そのあたり。はい。ぜひですね、私はなんで鈴木の宣伝をしているのかよくわかりませんが、ちょっとね、応援したい。大きなお世話ですよね。私が SNS で言ったからって誰もね、あれですけど。うん、ただ、やっぱそういうね、いい装備。だからちゃんと乗り手のことを考えてる。ね、ただ、これアドレス125とか、あと、アドレス110にも設定があったらいいですよね。みんなだったらいいですよね。あ、やっぱ鈴木だけなんだよなってなるんでね。最高だと思うんですけどね、どうなんでしょうか。はい、そのところですね、スイッシュの宣伝をさせていただきました、ね、お近くの販売店に行った際にはぜひ動画を見たと言ってね、言っていただけると私には何もないんですが、はい、よろしくお願いします。失礼します。